立命館戦前と同様に本日もお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。いい時間にできたらなと思ってますので本日はどうぞよろしくお願いいたします。それでは質疑応答に移りますので質問がある方お願いいたします。すみません、読売テレビです。よろしくお願いします。もし、それで何点か質問させていただきます。はい。立命館戦に勝利してから、次節はついに単独戦にというところだと思うんですけど、率直に今のスタッフの気持ちをお聞かせください。そうですね、今季2度目の大一番というか、そういうのを控えてて、もちろん緊張感もありますけど、楽しみだなという気持ちも大きくあるのが、今の。僕の個人としてもそうですし、チーム全体の雰囲気としてもそういう雰囲気があるのかなと思います。まあ、チーム全体の雰囲気の話が出ましたけど、キャプテンから見て今チーム全体の状態っていうのはいかがですか？そうですね、立命勝った後もこう浮かれるのかなと思いながら見てたんですけど、意外とそういうことでもなく、まあ、本当にやらないとあかんなっていう雰囲気が合宿でもあったので、その部分に関してはいいのかなと思うんですけど、やっぱ満足したら終わりなので、常に気を引き締めながら4回戦中心に残された時間準備を徹底しようという話をしています。まあ、この1年間キャプテンとしてチームまとめてこられたと思うんですけれども、この1年間のチームの状態の変化というか、今キャプテンが感じている変化があれば教えてください。そうですね、本当に4回戦がこうもう残り少なくなってきて、切羽詰まってきて、いよいよやらないとかなっていう雰囲気が出始めてるので、まだ全然完璧じゃないんですけど、一人ずつ自覚持ってやれる選手が出てきたのは、まあ、学年としてもチームとしてもいい感じに進んでるのかなと思います。一方で次の次節の対戦相手が昨年勝ってはいますけども、かなり影響でいい感染が見ないようということで、具体的になんか注意したいポイントとか注意したい選手とか教えてください。そうですね、やはり隙のないすごく完璧なチームというか、誰が出てきても同じようなパフォーマンスされますし、すごくレベルの高いチームつながってゴールしてくるので、そういう部分に関しては自分たちも現状に満足せずに、もうできる準備はどこまでもし続けないと詰めていかないとあかんなと思うのと、まあ、警戒する選手としてはもちろん去年もインターセプトされている中野選手には気をつけておかないといけないなというのはすごく個人的に思います。その中で須田選手はどんなプレーを心がけていますか？そうですね、今年は別に僕が突出して目立たなくても、溝口もいますし、岡本もいますし、坂下もいるので、自分はしっかり彼らを信じて腕を振り抜くだけなので、チームが勝てればそれでいいかなと思います。最後に、カンカン戦に向けて熱い意気込みよろしくお願いします。はい、カンカン戦ということで、選手だけじゃなくてスタッフも含めて OB の方々であったりだとか、講演会の方であったりだとか、ファンも含めて本当に総力戦になると思うので、大一番楽しんで勝ち切りたいなと思います。ありがとうございます。そうですね、本当にあの試合はチーム全員が一つになった感覚っていうのを僕だけじゃなくて、4回戦中心にチームのみんなが感じてくれたみたいなので、その感覚を持って練習合宿挑んで次に準備しようっていう話をして進んでるんですけど、そういう面ではこうみんな同じようなことを思ってるっていう面ではすごく緊張感を持っていい状態でいれるのかなと思うんですけど、やっぱりどこかでこのままでいいのかなっていう、どこかまだこの前の勝ちにこう浸っている部分があるというか、そういう部分がないことはないので、っていうのも分かってくれてるけどっていう感じで、
みんなそれぞれ思ってることあると思うんで、それをちゃんとフィールドで練習の時から体現してくれたら大丈夫かなと思ってます。合宿では特に何に力を入れてるんですか？これといってなんていうんですかね、感覚戦が控えてるから新しいことをするぞっていうことはなくて、本当に今まで自分たちがこれだけは貫き通そうと言ってきたスタートだったりだとか、アタックの精神だったりだとか、フィニッシュ、最後までやりきるとか、そういうフットボールの原点の部分においてですね、もう一回浮かれずに見つめ直して徹底的に詰めようって話で進めてきました。須田さん、まあ、先ほど名前も挙がりましたけれども、結構そのラッカーの選手に打席されるっていうことが、まあ、試合が続いているというか結構多いと思うんですけども、ご自身は何に気をつけなければいけないと思っていますか？どういうことですか？そうですね、彼の存在に気を取られすぎて、彼を気にしすぎて迷いながら投げたボールっていうのはもう不思議なことに彼の胸のところに飛んでいくようになっているので、もちろん本当に視野の広さであったりだとか、こうデプスの取り方であったりとかやっぱりうまいので、それはされるときはされると割り切って、自分は信じて、仲間、頼れる仲間がいっぱいいるので、仲間を信じて、ただそこに向けてひたすら思いっきり腕を振り続けるだけだなと思ってます。ありがとうございます。はい、いきなりこう来年は僕がジャック・ミルズ・アイドル・マスっていうメッセージが来てそうなんで、こうどうやって返信しようかなと思った時に、はい、持ってた素直な率直な思いを彼に伝えただけというか、もちろん僕も1年生の時最後までこうビルドに立てずに怪我で、負けチームも、チームも負けてっていう同じような経験をしたことがあるので、すごく彼の気持ちが分かるというか、だからこそっていう思いも込めて彼にはメッセージ伝えました。そうなのかな、今年の彼の浮き沈みというか、なかなか試合出てなかったけど、どんな風にそこから見てました？そうですね、なかなかコンディションが整わないのかなっていうのはすごくこう気にしてたというか思ってましたけど、まあ関西学院のエスコーターバックなので、大事なところには絶対完璧な状況状態で仕上げてくるなと思ってるので、思ったのでそこまで気にしてないというか、まあ、自分自身もこうそんなこと言っときながら自分自身も部分もあったので、そこは本当に次は多分本当お互い来るな万全な状態で対戦できると思うので、僕もしっかり彼に負けないようにドライブを進めていけたらなと思ってます。やっぱその QB には QB の絆みたいな、なんかあるんですか？どうなんですかね、どのチームの QB は気になるとかなとか。それはその感覚のエスコートバックなんで、それの日本全国の多分コートバックのみんなから注目されてると思うので、僕よりも年下で勝つことがマストのチームの中で入って堂々と落ち着いてプレーできてるのを見てると本当にすごいなって思うので、リスペクトの気持ちはあります。ありがとうございます。須田君1年生が試合出てきて、1年の時は感覚率で両方になって、今年は3つ目、去年は感覚と、なかなか両方に勝ってというここまで、その難しさよく知ってると思うんですけど、そういう意味ではどうですか、今年そのチャンスが両方に勝って優勝というチャンスが近づいて。そうですね、立命戦勝った後に去年の師匠の横山さんから感覚立命どっちともに勝った大のキャプテンになれっていうメッセージを送っていただいたので、本当にその時も全然意識してなかったんですけど、本当に勝ったらそういうことになると思うので、多分ここ数年の考えではそういうことがなかったかなと思うので、そうなれたらいいなと思いつつ、本当に目の前の一戦に集中というか、その中でも自分
プレーチームで払うかと言って覚悟を決めて腕を振り抜くだけだと思うので、あの自分たちがやるべきことをちゃんと地に足つけてやれたらなと思ってます。その、まあ、同じ強い相手で立命と違うその感覚を倒すときの難しさみたいなのはどういうところか。そうですね、あの感覚さんは本当にこう常に冷静というか、あの押されている状況でもこう冷静にクレバーに自分の役割を忘れることなく出てる11人がそれを徹底して向かってくるので、あのちゃんと何ていうかね、勢いだけじゃないというか、本当に細かい正確な精度の高いところされるので、あのあたふたしないように自分たちも想定高く持って準備 していかないとなと思ってます。去年もああいう形で勝ちましたけど、途中でもあんまりその向こうが混乱してるとか、ちょっとこういつもと違うって感じるのは最後まであんまりそういうな感じなのか。そうですね、本当にこう良くも悪くもこう淡々とやるべきことをやってプレッシャーをかけてくるチームだと思うので、去年もあの僕たちも目の前でプレーに集中して集中してっていう結果が最後勝った時にも気づいたという感じだったので、今年もそうなるのかなと思いますけど。ごめんなさい、ちょっと最後に一つ、はい、ふとことちょっと関係ない話なんですけど、明日プロ野球のねドラフト会議があって、はい、で同じ関大の、まあ、体育会の仲間で金丸君がいっぱいもしかしたら指名される、で同じこう体育会でこう彼の存在みたいなどういう、まあ、刺激を受けたりだとか、そういうのはどういうところでしょうか。そうですね、本当に僕1年生の時英語が一緒だったんですけど、別にこれで喋ったこともないし、こうなんかただクラスが一緒なだけで別に仲いいわけでもないんですけど、あの本当になんか同世代の人なのかなっていう感じで、こう全然もう自分から見たら雲の上の存在というか、こうやっぱキャンパスにいてもオーラが全然違うというか、今もさっきの物質棟にいたんですけど、本当にオーラが違うので、あの一番として明日どこに指名されるのかすごく楽しみだなってのすごく思ってます。あ、もしかしたら直接会話したことない。そうですね。はい。多分生きてる次元が違うというか。そんなことない。全然自分たちの世界に生きてる人だと思うので、すごいですね。まず読売テレビです。よろしくお願いします。まとめて何年か質問してください。まあ、率直に開幕戦に向けて今の打者選手の率直な気持ちを教えてください。はい、ありがとうございます。そうですね、開幕戦は、やっぱりもう絶対に勝たなければいけない試合だと思っているので、そうですね、明日は試合の日は、自分が一番活躍して、まあ、チームを勝たすことができるように、頑張ろうと思ってます。以上です。特に感覚の注意したいポイントとか、注意したい選手とかいらっしゃったら教えてください。そうですね、やっぱりキャプテンの永井選手は、まあ、1年生からずっと試合にも出てて、で、まあ、パワーもあって、スピードもあって、技術もあって、もう LB として出来上がってる選手だなってずっと思ってるので、そうですね、まあ、気をつけたいなと思ってます。ご自身どんなプレーしたいとか今想像しているプレーはありますか。そうですね、自分が得意なのがその、まあ、相手をかわすようなプレーなので、まあ、それももちろんなんですけど、まあ、明日試合の日は、そうですね、まあ、それだけじゃなくて自分、まあ、タフにハードにプレーしたいなと思ってます。昨日感覚の会見で大村監督からランニングマークでしたりっていうお話が出ていたんですけれども、この感覚ディフェンスにはどんな印象がありますか。そうですね、感覚のディフェンスさんに対しましては、やっぱり隙がないというか、どのポジションにもいい選手がいてっていうので、まあ、寛大、まあ、パスが強いんですけど、パスだけじゃやっぱり太刀打ちできないなって思っているので、まあ自分、そうですね、ランニングバックとしても活躍して、勝ちたいと思います。では最後に開幕戦に向けて熱い意気込みをお願いします。はい、絶対勝ちます。ありがとうございました。
お休み期間ありましたよね。はい。コンディションの方は今、100% 中何%ぐらいでしょうか。そうです。今はもう 100% になっていると、思ってます。先ほどから、試合の日を明日というふうに、言い間違えてましたけども、はい、もういつ試合してもいいよっていうことでしょうか。そうですね、もう楽しみです。どうでしょう、去年と比べて自分自身こういうところはこう、上手くなっている、感触をつかんでいるっていうところっていうのは、何か進化した部分、進化できてるなと実感する部分はありますか。そうですね、まあ、去年に比べて、まあ、1対1とかもまだうまくなっていると思うんですけど、まあ、できるだけ倒れないようにしようっていうのは心がけていて、まあ、それは自分の中で、まあ、まだまだなんですけど気を心がけていることではあります。坂下さんから見て、はい、今年の関大が、ちょっとチームがまとまったという感触を得られたのはいつぐらいですか。やっぱり前の試合の立命戦は、そうですね、ODK が、まあ、全部まとまって、まあ、試合に入れていたと思うので、立命戦がやっぱりまとまっていたなと感じられました。今、この時の雰囲気と比べてどうでしょう。そうですね、まあ、立命戦前もまあ雰囲気結構良くて、もう負けられないっていう感じだったので、まあ、それは今も変わってないんですけど、なので、まあ、みんな気合入ってると思うので、雰囲気よくいけてるかなって考えてます、感じてます。ありがとうございます。なんですけど、まあそのなんていうんですか、まあ、パスで勝ったって言われても仕方ないんですけど、まあ嬉しかったんですけど、勝って、まあ、悔しさもあったんで、まだまだ自分たちはやれると思っているので、次は、まあ、ランでも貢献してチームを勝たせることができたらいいなと考えています。目標にしてきたランニングバックは誰ですか。やっぱり柳井さんがずっと2個上の、まあ、5番の選手なんですけど、柳井さんはキャプテンで、すごいランニングバックだったんで、柳井さんによく憧れて5番をつけたっていうのもあるので、うん、柳井さんが憧れの選手です。最近は何か声かけてもらったりした。そうですね、あの立命の後とか、立命戦も見に来てくださっていたので、まあ、ようやったなみたいな、次も頑張れみたいな声をかけていただいたので、まあ、頑張りたいなと思ってます。原さんのラグビー場って何かイメージあります。イメージ、まあ、ラグビーのイメージしかないです。途中ね、休みというか、はい、なんか本来ならまあいける状態だったけども、この終盤の2試合に合わせてきたのか、それともまあちょっと厳しかったのか、そのあたり話せる範囲です。そうですね、まあ、春、怪我してしまって、で、秋も脳震盪で出れなかったんですけど、まあ、あまりコンディションも良くなかったので、感覚立命さんに向けて、まあ、調整していこうっていうのもあって、
ったので、まあ、出てませんでした。今年はそのランでね、まあ、自分のリーグスキルとか、はい、テクニックとかなんですけど、去年はこの部分は上積みがある。去年はこの部分成長だった。どういうことですか？そうですね。去年に比べて、やっぱり走るその穴を選ぶ、ホールを選ぶときに、まあ、焦らず、しっかり奥まで見れているというのが、まあ、自分としては、まあ、上手くなったかなという感覚があります。なんか視野が広くなった。そうですね。なかなか練習ではね、養われるのが難しいと思うんですけど、はい、どういう、まあ、経験を積んでそういう風になったのか。そうですね、経験もあるんですけど、まあ、NFL とかの動画を見るようになって、こういう動きがあるんだとか、こういうテクニックがあるんだというっていうのを、まあ、学ぶようになってから、まあ、少し変わったかなと思ってます。聞いてもわかんないと思うんだけど、例えば好きなランニングバックとか。まあ、そうですね、まあ、ランニングバックじゃないんですけど、タンクデルっていう選手がいて、その人、まあ、なんかステップがすごくて参考になるなと思って見てます。ポジションとかレシーバーです。この人に特化した動画みたいなのが出たんですか？そうですね、YouTube とかでハイライトとかあるので、それ見て勉強してます。わかりました。ありがとうございます。時間の都合上、次は最後の質問をさせていただきます。はい、お願いします。あ、すみません、読売テレビの勝田です。先ほどご自身は、相手をかわすのが得意だというタイプをおっしゃってましたけど、はい、その他の何人か、前川選手と山崎選手と大森選手と、この3人はどういうタイプだと思いますか？そうですね、やっぱり前川はもうパワーがすごくて、体もでかくて、でもそういう感じなんですけど、意外とカットも踏めるというか、ステップも踏めるっていうのが彼の強みだと思ってます。で、山崎に関しましては、彼はもうとてもオールラウンダーというか、強いし速いし、カットも踏めるしみたいなところが、彼の持ち味です。で、大野木はそうですね、やつはスピードがやっぱりすごくて、と体もでかいので、まあ、パワーというか筋力があるので、まあ、スピードはやっぱりスピードとパワーが持ち味だと思ってます。よろしくお願いします。率直に今、岡本選手の感覚戦に向けて今の気持ちだったんですか？そうですね、僕自身としても、まあ、胸が本当に高まってますし、感覚戦に向けても本当にこの2週間本気でフットボールに取り組んできたので、本当に楽しみっていう思いが一番強いです。岡本選手はオフェンスを引っ張っていただいたとして、今のオフェンス状態どうですか？はい、状態としては、まあ、主力も怪我から復帰したので、まあ、戦力的には本当に一番の自信を持って戦えるかなというふうには考えています。そうだ、大学の、はい、一番選手は寛大のオフェンス気をつけていきたいという話が結構出たんですけれども、はい、逆にどの選手から見て寛大のディフェンスはどう見たいですか？そうですね、カバーであったりとか、まあ、ブリッツであったりとか、本当に精度高くやられているんで、本当に穴ないチームだと、穴ないディフェンスだと僕は感じているので、そこら辺に警戒していきたいと思ってます。具体的にこの選手に警戒したいとかあれば、はい、キャプテンと副キャプテンの永井選手と中野選手っていうのは本当にディフェンスの核でもあり幹部なので、その2人の選手に、まあ、いいプレーだとか、まあ、ビッグプレーをさせられたら僕らも厳しい展開になるのかなというふうに考えているので、まあ、その2人の選手にはかなり警戒します。その中で岡本選手は、はい、この次の試合どんなプレーをしていきたいとかありますか？そうですね、僕はそうですね、もちろんタッチダウンとか、まあ、レシーバーなので、まあ、目立ったプレーも、まあ、してやりたいという気持ちあるんですけど、本当にチームに一番勝利に貢献できる形であれば、僕は本当に怪我というか、本当に全身全霊かけれますし、本当にそうですね、チームに
チームの勝利に貢献できるプレーがしたいと思ってます。最後に、はい、まあ、オフェンスとしてもそうですけど、レギュラーシーズン最後の感覚戦になると思います。その岡本選手4年間の中で、はい、それにかける最後の思いを教えてください。そうですね、僕自身神田一高からずっとアメフトやってきて、まあ、高校の引退も感覚戦に負けてしまって、でこの春も感覚戦に負けてしまって、本当に悔しい思いばかりさせられてきたので、もうその僕のフットボール人生でも、もう宿敵と言える感覚さんに私最後はもう圧倒して勝利したいという気持ちはあります。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、まあ、年下なんですけど、日本代表にも選ばれている永井選手っていう選手がいるんですけど、まあ、マンツーマンもうまいっていう印象を僕は感じてるんで、まあ、その点で、気をつけていきたいです。ありがとうございます。はい、こんにちは。本当このままレシーバーとして自分の一番の強みというか、そんなどういうところですか？一番は、ボールへの執念だと考えてます。まあ、なんか同じポジションでね、はい、去年いなかった溝口さん、はい、彼に対してはどういう意識、この、まあ、ちょっとポジションが微妙に違うと思う、はい、ライバル意識があるのかとか、まあ、同じチームとして、はい、同じチームの仲間として、はい、一つの点、その彼はどういうふうに。そうです、彼は本当に1年の入部当初から本当に才能を開花させて、本当に僕の雲の上の存在じゃないですけど、レシーバーの技術であったりメンタル面っていうのも本当にリスペクトしていますし、本当に常に練習でもハイパフォーマンスとか、まあ、試合でももちろんですけど見せてくれてるので、僕も本当にいつか彼に追いついて、まあ、試合でももっと活躍していきたいっていうふうに感じているので、本当に憧れじゃないですけど、ライバルでもあり憧れっていう存在ではあります。こう、はい、彼に、まあ、勝つためというか、あの、はい、ために一番こう自分でこの4年間磨いてきたことというか、はい、強みどのあたりになりますか？そうですね、一番は QB への信頼っていう部分では、まあ、須田とも高校から7年目で、うん、まあ、僕の方が、まあ、須田の球は受け慣れてるというか、うん、まあ、経験もありますし、その点でまあ、技術も追いつこうっていうふうには努力してるんですけど、まあ、一番、まあ、QB とレシーバーで必要なのは信頼っていうふうに僕は捉えてるんで、その QB への信頼っていう部分では、ね、負けないようにっていうふうに努力してます。まあ、このプレー見てる印象ではこのプレーってほぼなんかボールを落とさないっていう確実性のあるプレーが強みだなと思うんですけど、その辺はこう自分ではなんか意識してることとかありますか？プレーに対する、一つのプレーに対する。まあ、レシーバーって最後にボール飛んでくるポジションなんですけど、まあ、オフェンスラインとかタイトエンド、まあ、ランニングバックもそうですけど、本当にパスプロテクションっていう風のをパスプロを本当に体張って本当に痛い思いもして止めてくれてるので、まあ、僕はその最後を任された、あくまでも最後任されただけなので、まあ、その僕以外の10人の思いも背負って、まあ、パスキャッチっていう風に考えてます。その辺の気持ちの、はい、わかりました。はい、まあ、近代、はい、負けた後に、近代ちゃうの、人として負けたって言ってたハードルで、はい、あれどんな気持ちを伝えたかったんですか？まあ、近代戦は本当にアンスポーであったり反則っていう部分がかなり僕らのチームとして目立ってしまったので、やっぱアンスポーっていうのはまずは人としてフットボールする前に人として何かが足りてないっていう僕は根拠だと思ってるので、その点で人として負けたっていうふうにハドリで話しました。前その4番の理由が、はい、
セカンドやってて、はい、あの正義塁手になりたかったっていう、はい、話にしてくれたけど、はい、あの野球続けてたら、はい、レギュラーになれてたかな。ここですか。いや、いやそこはまだちょっと分かんないです。でも大学に、はい、ロボドーソロンなんていうか目立つ選手にはなれてなかった感じは、はい、野球だった。まあ、野球は競技人口重いので、まあ、なかなか目立つのは難しいかなというふうに考えています。須田君、何年目で、はい、まあ、ちょっと遅れて最初クラブ入ったと思うんですけど、はい、最初どんな接点があったんですか、須田君。すごい教えてくれたりした。あ、高校ですか。うん、まあ、最初は野球部所属していて、うん、で、夏終わりに野球を辞めて、でその後2ヶ月後ぐらい帰宅部経験した後に、まあ、須田君と出会ったんですけど、もともと体育の授業で一緒にやってたりしたんで、まあすごく熱くていいやつだなっていうふうな印象を受けてました。あと そこからの道のりですも、はい、須田君からなんか、まあ、怒られたりとか、はい、なんか助けられたりとか、なんかそういうした思い出ってありますか。はい、たくさんありますね。どんなことだった一番覚えたなんていうか、覚えてるインパクト強かった。インパクト強かった。インパクト強かったのは、まあ、特にないんですけど、まあ、日常的に彼は僕に、まあ、パスで僕がちょっと、なんていうんですか、変なルートというか、まあ、パスコースとか走ってたら、もうすぐに、まあ、包み隠さず、僕はこうしてほしいだとか、本当に日常的に率直にまっすぐに伝えてくれるんで、まあ、その点では特にその一番印象的な出来事とかではなくて、本当に日常の練習での彼の一言一言には本当に、まあ、ちゃんとやらななっていうふうには思ってます。去年の韓国戦で立場を取って、はい、やっぱりあの試合がそのゴールド君の独立に変えたっていうところがあると思うんですけど、はい、自分ではどう感じますか。そうですね、あのシーズンは、昨年のシーズンは、まあ、前半にちょっと僕自身も、まあ、スランプじゃないですけど、ボール取れなくなってしまってるっていう時期があって、で、なかなか調子も上がらず、まあ、徐々に上がってきた中での最後、カンカー戦だったので、本当に僕自身の、そう、昨年の集大成じゃないですけど、まあ、本当にそうです、昨年のそうです、悩んできたこととか、本当に上手くなってきたこと、本当に全てぶつけて やろうっていう試合でした。本当に読売テレビです。よろしくお願いします。率直に、この週末に韓国戦を迎える時期になって、今の石井選手の率直な気持ちを聞かせてください。はい、近代戦でいっぱいして、もう自分たちは後がないという状況で、まあ、立命戦に勝利したことで、自分たちもちょっと上がってる、気持ちが上がってるところがあるので、そこはもう一度、ちょっと立命戦は一旦忘れて、次の韓国戦に思いっきり臨めるように、今、頑張ってます。お話ししてました、立命大学、立命館大学戦では、はい、強力オフェンスを立ち上げ1本で抑えたっていう結果がありましたけど、はい、その結果に関してはいかがですか。はい、試合前からちょっとディフェンスの、なんていうんですかね、目の色が違かった。他の試合、今までの試合よりみんな目の色が違くて、もうやるしかないという状況だったんで、そこがそうですね、まあ簡単に言えば気持ちがちょっと、なんていうか、気持ちで抑えた部分が多いと思うんですけど、最後はやっぱり学生スポーツは気持ちで変わるんじゃないかと思いました、その試合で。はい、今週末の韓国戦に向けてはどうですか。その立命戦での気持ちはよりそれ以上のものが今あるの、それともずっと維持できているのかっていう。あ、そうです、それ以上のものはあると感じていて、でもその何ていうんですかね、立命戦を勝ったことでそのまま勢いで乗っていくんじゃなくて、やっぱり先ほども
述べた通り、一旦忘れて次の感覚戦に全員で準備してやろうという気持ちの方が強いです。はい、石選手にとって感覚オフェンスってどんなイメージですか？はい、個々のレベルはもちろんのこと、高いんですけど、やはり5人まとまって OL だったら5人でまとまってそのユニットとして強いので、やはりそこは僕たちもしっかりビデオとか見て研究しているところです。はい、その中で石井選手は どんな活躍をしたいと思いますか？はい、まあ、僕自身はそんな目立つプレイヤー、目立つプレイヤーが派手なプレイヤーではないんで、まあ、僕自身はその自分の役割を全力で全うすることが自分のやることかなと思ってます。はい、では最後に感覚戦に向けて意気込みをお願いします。はい、いっぱいした自分たちを、そうですね、保護者の皆様をはじめ改札ファンの皆様のおかげで今があると思っているので、感覚戦も最初から最後まで全力で諦めずにやっていこうと思っております。ありがとうございます。よろしくお願いします。石井君自身はこの間の、まあ、どういう面で、はい、一対一のショット、どんな自分の敵でしたか？そうです、敵はまあ普通敵そうです、そこまで別に活躍したわけでもなくて、まあ他の、中内の足川だったり稲田がなかなか経験もない中頑張ってくれたんで、その2人であったり後ろの LB 陣、DB 陣が頑張ってくれたので、立命戦の勝利があると思っております。まあ、その今名前ですね、足川とかその OL から DL と、まあ、転向して、はい、彼のそのコンバットってのはどうでしたか？与える影響というのは。あ、正直そうですね、1回生から入学してきてディフェンスにいたら心強いなとは最初は思ってたので、去年からコンバートしてきた時には正直嬉しかったです。まあ、なんか旗目から見るとね、こう1人入ることでその出ちゃう人がいるんで、はい、その競争が激しくなるでというよりは、やっぱりそのあれだけのサイズのある選手が入った方が嬉しい気持ちのがあります、はい、そうですね、ちょっと気持ちの面で、はい、心強いなとは思ってます。で、石井君はここに報徳学園で野球、はい、で、足川君もその4年生でね、その高3の時コロナで何をしてた、はい、そのアメフトに移ったのはやっぱそういう部分という動機もあるんですか？いや、まあ、僕は高校の時の一つ上の先輩が、立命館で大学、立命館でアメフトをしてたので、僕もまあまあ、大学では野球をする気がなかったので、ちょっと体を動かしたいのもあってアメフトやろうかなと思いました。ごめんね、見つめてた。あれが一つ、小川さん選手なんですけど、はい、去年です。実際やってみてどう？そのあれ、まあ全然ね、ああ質問があそうですね、体重増やすのがすごく苦しかったです。高校の時は何キロ？高校の時78とかだったんですけど、野球の中では結構体はごつかったと思うんですけど、やはりここに体験に来た時とか、ちょっと OL の先輩だったり DL の先輩見ると、やっぱり何て言うんですかね、圧倒されたというか、あ、こんな感じにならないとやっていけないんだと思って、そっからの体重の増加はちょっと苦しかったです。今は何キロ？今まで97ぐらいですね。はい。20キロぐらい。そう、苦労したことっていうのは、具体的にはどういう、ちょっと食べる量とか。あ、そうですね。米の量をやっぱり増やして、あと、増やしつつ筋トレも、ちょっと重量を上げてみたりみたいな。ここからと、やっぱ違う、なんていうんですか、筋肉のつき方をしてるので、やはり、まあ、つけるだけじゃなくて、ちょっとランニングも、つけた分、体重も増えた分、ちょっとショートダッシュ増やしてみるとか、そういう工夫はしてきたつもりです。まあ、もうここまで来ると、やっぱりその、ね、なかなかその高校の時叶わなかった甲子園っていうのは、はい、こう、
現実的なものとしてあるけど、はい、それに対する思いというのはどうですか。そうですね、僕も、高校報徳学園に入学させてもらって甲子園を夢見て入部したので、やはり高3の時のコロナっていうのはちょっとだいぶショックを受けたこともあって、その悔しさもあり、大学では甲子園、もう一回違う競技なんですけど甲子園っていう舞台があるので、そこに向かって本気でアメフトやっていこうと思いました。わかりました、ありがとうございます。高校の報徳学園の時は、はい、そのポジションとか打順とかそういうのはどういうあれですか。はい、キャッチャーで入学したんですけど、ちょっと自分の意向もあって外野手に、2年生の、途中から外野手に転向して、そのレギュラーにはなれなかったんですけど、2年の秋からはベンチ入りをすることできて、最後の夏まで終わることができました。最後のあれ同時大会だったんですけど、はい、その時背番号は背番号16番です。16番でベンチ入りしてる、はい、そうです。外野はどこですか。ライトを守ってました。はい、高等学園にも野球で入ってた。野球で入りました。はい、野球で入った。はい、お時間の都合で最後の質問をさせていただきます。お前にも参加いただいています。上村様お願いいたします。後の問題です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。立命館大学のオフェンスラインと、関学のオフェンスライン、これまで戦ってきた中で その印象の違いというか質の違いみたいなものを感じているのであれば教えてください。はい、先ほども述べた通り、やはり個々の能力はもちろん高いのですけど、やはりユニットとして本当にいやすごく時間をかけて練習しているなっていうところがあって、一つのプレーをに集中して普段からやってるんだなと思って、そこは自分たちも、はい、見習っていかないといけないなと思っております。今のは感覚の印象ですか。はい、そうです。あ、感覚の、そうです。あの立命館はこんな感じだけど、まあ多分立命も強かったはい、立命です。はい、そう、立命の強さと、感覚の強さと分かりました。はい、立命の強さはい、立命館は、のオフェンス陣は、ちょっと体が、そうですね、大きくて、ユニットとしても強かったんですけど、どちらかというと、個人の力で、どんどん、なんですか、圧倒していくみたいなところが、立命館の、オフェンスの力だと思っていて、韓国さんはそれに比べてユニットとしてまとまりが、その何ていうんですかね、集団として戦っていくみたいなところが違いだと思います。石井さんはどっちの方がやりやすい？やりやすい。いや、そんな僕はそんな圧倒できる選手でもないので、ほんまに何ていうんですかね、もうどちらの大学さんも。必死に戦っていこうと思っています。なるほど。じゃあユニットで力を発揮するようなタイプのオフェンスラインに対して、はい、ディフェンスラインが一番心がけなくちゃいけないなと思っていることは何ですか。はい、やられる、なんですかね、力で負ける部分だったりやられる部分はあると思うんですけど、関大のディフェンスラインはしっかり前へ前へと、最後まで足を変えてやっていこうと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。5月5日生まれて55番なんですか。あ、そうです。すいません。希望したの。そうです、みんなからやっぱり周りからは僕も野球やってたんで、うん、55番って言ったの、なんですか、松井とかそれに憧れたかなと思われがちなんですけど、普通に誕生日を5月5日で55番にしました。ほんまにそれで気持ちだ。あ、ほんまにそれで気持ちました。55番、相手が良かったと思って。あ、そうですね、まあ正直その中高って野球でもちょっと、まあなんですかね、
すごい選手がつけるみたいな番号でもあって、まあ、誕生日も5月5日やしみたいなつけてみようかな。よくわかりました。そうです、ありがとうございます。読売テレビです、よろしくお願いします。お願いします。まず、今週末、関西学院大学戦に向けて、今谷選手に今率直な気持ちを聞かせてください。そうですね、やっぱり僕たち1回近大さんにちょっと負けてしまって、この前は三つ目さん、勝利することできたんですけど、やっぱりまだ首の皮一枚つながっている状況なので、しっかり次勝たないと、まあ、抽選というか、まあ、運任せになってしまうんで、実力で、1位で抜けれるようにやっていきたいなと思います。今ラインバッカーの林選手から見て、今の関大ディフェンスの状態というのはいかがですか？そうですね、まあ近大戦終わったぐらいから、まあ、徐々にチームとして、まあ、もう一回立て直そうというところで、まあ、まとまってきたのかなというふうには思ってます。その近大にいっぱい来するチームで、そのディフェンスとしてチームの変化というのはいかがですか？そうですね、やっぱり役割のミスだったり、まあ、個人、まあ、1対1のところだったり、まあ、負けてしまっていたなっていう印象だったので、まあ、そこをしっかりやっぱり立命さん、関学さんだと、まあ、もうどのポジションを見てもすごい選手いてるので、まあ、そういったところを負けないようにしっかり気合も入れてやっていこうというふうにやってます。今お話し出た関学オフェンスの話になるんですけれども、はい、そのどんな印象がありますか、関学オフェンス？そうですね、やっぱりさっきも言ったんですけど、どのポジションを見てもすごい選手がいて、チームとしての組織力だったりもすごいなというふうに思っていて、そうですね、僕自身ちょっと勝手になんですけど、高校の時に関学高等部さんにちょっと引退させられているので、個人的には勝ちたいなというふうに思います。まあ、その中で、まあ、その高校の時にもの因縁というのもあると思うんですけども、はい、特にその高等部上がりの出身の関学の選手いっぱいいると思うんですけど、特にその選手思い入れがあるみたいな選手じゃないですか？関学上がりの選手でいうと、ランニングバックの澤井選手ですね。その澤井選手でしてどんなプレーで立ち向かっていこうというふうに思いますか？そうですね、やっぱり、まあ、スピードだったり体の強さだったり全然勝ってるなんて思ってないんですけど、しっかりディフェンスみんなで集まってパシュートというかしっかりやって、みんなで集まって止めていきたいなと思ってます。最後に関学戦に向けて最後に意気込みを、はい、やっぱりしっかり勝っていかないとトーナメントには上がれないと思っているので、もう確実に勝って、そうですね、勝利もぎ取りたいなというふうに思っています。ありがとうございます。はい、この間はい24番の選手にタックルさせてファンブル、はい、ファンブルさせましたね、はい、あのプレー、これからどんな感じでいったんですか？そうですね、ボールが飛び出たとかに気づいてなくて、あ、そう、普通にタックルした後に後ろ見たら橋本が押さえていて、うん、あ、ボールファンブルしてたんやっていう感じだったので、あんまり、そうですね、その時の瞬間を見れてないので、まあ、ただタックルに行ったっていう感じです。めちゃくちゃ低く強く受けてたと思うんですけど、はい、僕自身やっぱり体重が重くなくて、身長も低いので、やっぱり、まあ、良さを生かすなら低く入って鋭く刺すようなタックルをしたいなというふうに心がけてるので、まあ、ハイパックで行くというよりはしっかりタックルを差し込むっていうふうに意識してます。フットボール後方かな、はい、1校からやってます。最初から見ようとする？あ、何ばっかりやってます。この間弟さんと2人でスターターやってね、はい、それって初めてのことですか？初めてです。初めて、はい、で、まあ途中で弟が倒れて、ね、そうですね、その時すごい寄り添ってたのが印象的だったんですけど、やっぱりなんていうか、ちょっと動かなくなったんで、え、ね、びっくりした、動かなくて、ちょっとさすがに心配になって引き寄ってたんですけど、うん、そうです、やっぱり去年から目標にしていて、一緒にスタメン表乗れたらいいねっていうふうに言ってたんで、まあ、そこは嬉しい部分ではあったんですけど、まあ、3プレーで終わってしまったんで、
まあ、これからも頑張っていきたいなと思ってます。2人兄弟？あ、はい、2人兄弟です。仲いいんですか？仲はいい方だと思います。え、お兄ちゃんがフットボール始めたんで始めたって感じなんですか？どうなんですか、ね、ちょっとずっと同じ部活なので、うん、中学の時はサッカー部で、高校からアメフトを一緒にっていう感じなので、まあなんか必然的に一緒の部活入ってる感じになってます。で、この間の試合は、あの後は弟の分までっていう気持ちもあった？あ、はい、ありました。やっぱあっこでちょっと気合い入れ直したというか、うん、あの、怪我人テントのところ弟がいてたんですけど、うん、まあ、あの後輩にもすごいいいエルビーがいてて、まあ、そいつもおるし任せろっていう感じで行きました。あ、いいね。はい。まあ、去年の韓国戦思い出すとエルビー2人大活躍で、あ、はい、ね、あの時楽しく見てました。はい、見てました。やっぱりその2人の活躍を受け継ぎたい。はい、あります。まあ、代々、関大のラインバッカーはすごい選手がいるというふうに多分思っていただいてるんですけど、うん、まあ、その去年だったら鈴木レオさんと曽山さんなんですけど、まあ、そこに届くように僕も一緒にやっていきたいという気持ちはずっとあって、まあ、ずっと尊敬してる先輩が曽山さんで、うん、あの、なんていうんですか、すごい泥臭くて。部格好でもあのしがみついて止めに行くみたいな姿がすごい印象的だと思うんですけど、うん、そういうところに憧れて僕も、まあ、次の感覚戦は特に、まあ、パシュートだったりそういう、まあ、どこかしら掴んで止めたいなっていうふうに思ってます。あの、さっき澤井君の名前があったんですけど、昨日の感覚の取材で伊丹君がやっぱり翻訳のことを、はい、あの、すごい警戒してるっていうか言いたくなかったもちろん、あのアルビー2人にはすごい警戒していて、うん、伊丹選手と澤部選手2人ともやっぱ高校の頃から有名な選手で、うん、そうですね、すごい警戒はしています。そう、後藤君と最後の試合って結構プロでした？最後フィールドゴロ止められて、それなんですか？はい、負けました。そのいいわけ壊した？はい、タッチダウン取られました。はい、どうぞ。この前にご参加いただいています上村様、お願いいたします。あ、どうも上村です。よろしくお願いします。お願いします。ラインバッカーとして対感覚のオフェンスということを考えたときに、ラインバッカーが一番戦わなくちゃいけないポジションはどこですか？一番戦わないといけないポジションで言いますと、まあ、ランニングバックだと思うんですけど、やっぱり OL 陣もすごい強力なので、去年からまあほとんど変わっていないという印象なので、しっかり OL をさばいて RB まで到達できればいいなというふうに思います。もう一つ、クォーターバックの星野選手対してはどんな印象を？あの、アニーですかね。アニー、アニーの。はい。そうですね。まあ、今年あんまりまだ試合に出てないと思うんですけど、去年の試合とかも見てみるとすごい、まあ、落ち着いてるというか、学年に見合わずすごい落ち着いてる QB で、スクランブルだったりすごい警戒しないといけない部分が多くて、気は抜けないなというふうに思ってます。星野選手をパニックにできるとしたら、どんなことが重要なのか？そうですね、やっぱりプレッシャーをかけ続けるというところでしっかり勝負をしたいなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。時間の都合上、次で最後の質問とさせていただきます。質問がある方いらっしゃいますでしょうか？お兄ちゃんが
セプト聞いたことあります？あるんですけど、なんか男の子でも女の子でも日向と瀬名っていると思うんですけど、うん、なんか親しみやすく呼ばれるようにみたいなことは聞きました。この名字はどこの地域の多いところは知ってます？ちょっと同じ名字に出会ったことがなくて、うん、地域大阪、奈良とかです。大阪そこにいるのはいる？ちょっとわからないですすいません。すいません。MHJ です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週末に関東戦を迎えますけど、あの選手、今、率直な気持ちを教えてください。そうですね。この前の立命さんには勝つことができたんですけど、勝ったとはいえ、リーグ戦に確実に出れる保証があるわけではないので、次の一戦を絶対に落とすわけにはいかないので、チーム一丸となって勝とうと思ってます。立命館大学に対しては、立ち一本で抑えるっていうような内容でしたけど、いかがですか、その試合を振り返ってみて、ディフェンスの内容を振り返ってみて。要所要所でしっかり止めることはできてたんですけど、コミュニケーションのミスであったり、能力の差でタッチダウンに行かれててもおかしくないプレーが何プレーもあったので、次の関学戦では、そういったプレーがないように、全員でコミュニケーションの取り直しや意思疎通を合宿で取り直して次の感覚戦に向けて取り組みます。どうですか、その感覚オフェンスっていうのは川村選手にとってどんな印象がありますか？そうですね、タイトユニットとワイドユニットそれぞれ能力高い選手が多くて、どちらをとってもやっぱり止めるのがしんどいところがあるんですけど、寛大ディフェンスもそれに負けないぐらい能力が高い選手は多いと思うので、しっかりやっていけばきちんと止めれるんじゃないかなと思ってます。特に大事にしたいと思っているポイントがあるかもしれません。そうですね、ランプレーがやはり一番怖いので、そこへのランへの DB の参加の具合が一番キーになってくると思うので、 DB 一丸となってランプレーにもしっかり参加して集まって止めたいと思ってます。特に警戒している選手とかいらっしゃったかもしれません。そうですね、個人的になるんですけど、伊丹選手が中学からずっと一緒にプレーしてて、伊丹選手のランをやっぱりずっと見てきた中ですごいなと思ってて、一番全員で集まって止めないといけないなと思ってます。本当に負けられない大一番を迎えるわけですけども、ね、その中で川村選手はどんなプレーを見せていきたいですか？そうですね、近大さんの試合でインターセプトできたので、あれと同じような形で感覚さんでもインセプしてチームの流れを一気に変えれるようなプレーを起こしたいと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。選手や桃田選手といったナンバー2でも足が速くてとてもフィジカル強い選手が多くいるので、マンツー負けないだけじゃなくてしっかりストークといった面でもきっちり戦っていきたいなと思ってます。川村選手は、結構そのランとパスも守らなきゃいけない、参加する、なんか役割の多いポジションかなという印象を持っているんですけれども、どっちの方が得意なんですか？個人的に得意というか好きなので言えばラン参加が好きなので、ランプレーは結構絡みにいっています。前節の立命館大学戦では結構もう腕に引っかかっ
かけて立つというか、それがなかったら立ちがなっていうようなプレーも結構ありましたけれども、タックルするとき心がけて教えてください。まあ体当てたりするだけじゃ、やはり立命館さんや関学さんのランニングバックやレシーバーっていうのは止まらないと思うので、もう一度離した捕まえたら絶対に離さないっていうのを心がけてやってます。ありがとうございました。ありがとうございました。ターゲティングがありましたけど、はい、あれはどういう教訓にしたんですか？あの時は、自分自身そのセット試合の中で焦ってタックル行ってヘルが下がってしまっていたので、それ以降の試合では極力ヘルはもう下がらないようにヘルはしっかり上げて、で審判から見ても取られないようには気をつけてます。ゼロ番つけてる理由っていうのは何かありますか？OB の金山さんがゼロ番で活躍してらっしゃって、僕自身もそういった DJ になりたいなっていう思いがあってゼロ番つけさせていただいてます。今年からコーチやったんですか？そうですね。どんなこと言われてますか？やっぱり基礎的なステップやそのヒットの姿勢であったり、ファンダメンタルを固めないと、やはり金山さんが立命戦でしたようなビッグプレーっていうのを起こせないっていうことだったので、コーチに就任してくださってからは基礎の部分をしっかり固めようってことで、基礎に立ち返ってしっかりファンダメンタル固めて秋に挑んでます。あの2年前の立命戦の活躍っていうのはどんな風に映ったんですか？サイドラインから見てて、まあ、寛大な結構押せ押せムードは感じてたんですけど、やはり立命館さんの強力なオフェンスにやられてるところも外から見ていてひしひしと伝わって、そういった中でしっかり断ち切れるインターセプトっていうのが、もう僕の目にはとてもかっこよく見えて、ああいう DB になりたいなっていう像になりました。最近の試合ですごいボールに絡んでいってると思うんですけど、そのなんか心がけてることってのはどうなんですか？プレー上で。そうですね。試合前の合宿等で、まず相手の体型とか選手の癖を見抜いて、誰が持ちそうとかっていうのを想定した上で、試合中はもう自分の今まで培った経験をもとに感覚で動いてます。感覚に関してまで見つけた癖ってあるんですか？ちょっとあんまり言えないです。あ、すいません。はい、すいません。今週末に東京で感覚を迎えるわけなんですけども、はい、あそこで今の率直な気持ちを教えてください。そうですね、あの率直な気持ちは、あのもちろん勝ちたいっていう気持ちもありますけれども、まあ勝ちたい以上に今現在我々はまあ、可能性としては、まあ、1位から、まあ、4位までの、まあ、可能性があるというふうに考えておるので、もう本当に次の試合で、まあ、勝つか、もしくは引き分けをして、まあ、まだその後の試合もあるのでどうなるかわからないですけれども、まあ、自力で、まあ、全国トーナメントといいますか、まあ、自力で、まあ、1位、2位、3位の中に入れるポジションに、まあ、早く行きたいなというふうに思っております。負けられない大一番を迎える中で、はい、関学さんのイメージ、印象を聞かせてください。そうですね、もちろん前回の立命さんも次回の関学さんも非常に強いチームだと思いますし、我々より、まあ、何もかも、まあ、上のステージのチームかなというふうには考えておりますけれども、まあ、関学さんに関しましては、まあ、もちろん例年チャンピオンチームでもありますし、試合巧者でもあって本当に素晴らしいチームだなと思っておるんですけども、今シーズンに関しましては、まあ、僕個人、本当に個人的なイメージですけれども、まだもう本当に、まあ、本気を出されてないといいますか、まあ、フルパワーでは試合をされてないので、まあ、どの試合を見ても、まあ、多くのメンバーを、まあ、入れ替えて、まあ、なんていうんですかね、まだもう
ベストメンバーでもう本当にこれが感覚の力だっていうようなそういう試合はまだされてないので、まあ、これからもっともっとギアが1段階2段階3段階上がってくるんだろうなというふうには考えております。特に警戒されているポイントはあるか。そうですね、まず やはりその、まあ、クォーターバックの星野君なんですけど、まあ、今まで本当にほとんど出てなくて、で、まあ、もちろん次の試合誰がクォーターバックになるかっていうのはもちろん我々には分からん、今現時点は分からないんですけれども、この前の試合を見てましても、まあ、星野君お兄ちゃんの方ですよね、まあ、お兄ちゃんの方がちょっと途中で出たんですけれども、やはりこうお兄ちゃんが出た時にはもちろんお兄ちゃん個人的に上手やっていうのはもちろんそうなんですけれども、やはりこうリズムがいいのか、まあ、お兄ちゃんが出ればやはりこうパスだけではなくて、まあ、ランニングプレーも出だして、なんかこう、まあ、ちょっと一段上のチームになったかなっていうふうな印象を受けたので、まだまだ今までの試合よりは、まあ、次の試合の方が強い感覚さんになって来られるんじゃないかなと思っているので、もう本当にどうしようかなっていうふうには考えているような状態です。その感覚に勝つためにズバリこの短大が感覚に勝つために重要視しているポイントのあたりは。そうですね、立命さんの時と同じなんですけれども、やはりこう点の取り合いになったらやはり我々はついていけないというふうに思ってますので、まあ、できるかできないかわからないですけれども、やはりこう、まあ、オフェンスはもう自分たちの持てる力を全て出して、で、まあまあ、ディフェンスに関しましては、まあ、少しでもロースカーゲームにっていうふうには考えてますけれども、ただ、やはりこう、ランにしてもパスにしても素晴らしいものを持っておられますし、また、もしね、クォーターバックの星野君のお兄ちゃんが出てくれば、もうパス投げる、ランニングバックの伊丹君が走ってくるっていうだけではなくて、やはりこう、クォーターバックの星野君自身も、やはり、スクランブルで何かあった時にやはりこう走ってファーストを取れるようなクォーターバックなので、本当にちょっと非常に厳しいかなと思ってるんですけれども、まあ、ただ我々とすれば、まあ、そこを何とかしないとやっぱり勝機がないので、まあ、何か考えていろいろやっていきたいなというふうに思っております。監督から見て今のチームの状態仕上がりというのはいかがですか。そうですね、やはりこうチームの状況的には、まあ、立命さんに勝って、まあ、ちょっと雰囲気は良くなったかなとは思ってるんですけれども、ただそれが本当に次の感覚さんに関しましても、まあ、危機感を持って、まあ、やらないといけないのに、まあ、それが、まあ、立命さんに勝ったことが自信になって、それが、まあ、グラウンドに出ていればいいんですけれども、それがなんかこう満身とかそういう形になっておれば、やはりこう監督さん相手いい対面を見ると思うので、まあ、そこら辺りで、まあ、立命さん前よりは、まあ、ちょっとは良くなっているとは思うんですけど、まあ、監督さん相手にどうなるかというのはもう蓋を開けてみないとわからないかなというふうには考えています。監督から見て特に期待している選手とかいるみたいな教えてください。そうですね、やはりこう期待している選手はもう立命館の時と一緒で、もうオフェンスはもう須田君がまあパスを投げて、まあ、溝口君や岡本君のパスを取って、まあ、ランニングバックが走って、ディフェンスはまあ全員で少しでももうランプレーを止めてっていう形でいかないともう勝機はないと思ってますので、はい、全員でもう1人2人が頑張るというよりは、もう我々はもう総合力の勝負やと、そのグラウンドに出てる11人だけではなくて、グラウンドに出てる11人はもちろんなんですけれど もうサイドラインにいてる多くのもう選手スタッフ全員の力でトータルで強い方が勝つというふうに思って、そういう話もしているので、もう全員で頑張ってやっていきたいなというふうに思っています。では最後に、感覚戦に向けて意気込みをよろしくお願いします。そうですね、感覚さんに関しましては感覚さんに勝つことができれば、やはりこう優勝という形も近づいてきますし、今我々とすればまあ、できる限りのことをやって、まあ、去年運よく勝てましたけれども、やはり同じことを、まあ、2年も許すようなチームでは感覚さんはないと思うので、まあ、そこら辺を、まあ、彼らが、まあ、我々に対する気持ちより我々が感覚さんに対する気持ちの方が、まあ、上回って、まあ、勝てればいいかなというふうには思っております。ありがとうございます。この辺でご参加いただいています上村様、お願いいたします。サプルの上村です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。感覚に勝つために試合でやらなければいけないこととしてはいけないことをそれぞれ。そうですね、まず、まあまあ、してはいけないことってたくさんあると思うんですけれども、やはりこう
我々はミスをしてしまえば、もちろんそのミスを してしまえば、やはり自分で自分の首を絞めていることになると思うので、まず我々がミスをすれば、その時点で我々は負けやなというふうには思っております。我々がノーミスで、そして、感覚さんがミスをしてくれて初めて、我々の勝機があるかなというふうに考えていますので、我々はミスは絶対にしてはいけないというのと、もちろん勝つために、しないといけないことっていうのを、オフェンスが点数を取って、ディフェンスが止めないといけないと。で、またキッキングが、やることをきっちりと、実行しないといけないということだと思うんですけれども、ただもうやはりこういつも、これは感覚さんに限ってではないですけれども、感覚さんでも、立命さんでもそうなんですけれども、我々が勝つためにはやはり21点、3本以上を、点数は21点以上、それがタッチダウンなのかフィールドゴールなのか別にしまして、21点以上取らないと勝てないというふうに思ってますし、ディフェンスに関しては17点以下に抑えないと勝てないというふうに思ってますので、そこら辺のせめぎ合いっていう形の内容であれば、可能性あるかなと思いますけど、これがもう感覚さんにも20点30点点数取られてってなればちょっとしんどくなってくると思うので、そこら辺りで、オフェンスディフェンスキッキング、3つのカテゴリーの、メンバーないチームがうまくリンクして試合できればいいかなというふうには考えています。感覚が考えがノーミスで感覚がミスをしてくれればというお話がありましたけれども、はい、感覚にミスをさせるには感覚はどういうふうなメンタリティが必要ですか？そうですね、やはりこう立命さんの時もそうなんですけれども、やはりこう選手点は取りたいなっていうふうには思ってます。ただできるかできないか別にしまして、やはりこう立命さんの時と同じで、もう感覚さんも我々よりもう上手なメンバーが揃っていると思うので、もう感覚さんが落ち着いて、もういつも通りの力を発揮されれば、やはり我々はかなりしんどいかなというふうに思っているので、そこら辺で、我々は実力を出すけれども、感覚は実力を出しきれないというふうになれば、可能性はあるかなと思うんですけど、ただ何もでもかんでもそれうまいこといいかなって言われれば非常に厳しい部分があると思ってますし、やはりもちろん次の試合に関しましては、やはりこうチームが強い弱い早い遅いっていうだけではなくて、やはりこう我々感覚さんもそうかもわからないですけれども、試合したことないフィールドで、やっぱ花園っていうフィールド でまた多くのお客さんが来てるという状況で、やはりこう感覚さんと我々の一番大きな違いっていうのは、昨日も先週とは話してたんですけれども、やはりこう感覚さんはチャンピオンチームで、もう毎年甲子園出られてて、やはりこう大きな舞台で多くの観客の中でもうプレーをするというのはもう慣れていると。ただ我々はそういう初めてのフィールドで多くの観客の前でプレーをするというのはそんなに慣れているわけではないので、そこらあたりで何かこう初めての場所で多くの人の前で、やはりこう緊張していつもの力を出し切れなかったなっていうのが、やっぱり感覚より感大の方がそういうふうになる可能性は高いので、そういうふうにならないように、いろんな工夫をして練習していかないといけないかなとは思ってますけど、では何をしたらそれが解消できるかって言われれば非常に厳しい部分ではあるんですけれども、ただそれを乗り越えないと勝てないというふうに思ってますので、今度の試合はもう本当にその感覚さんで強い弱いとかっていう部分と、やっぱその観客初めてのフィールドで緊張するしないとかっていう部分と、そういう部分を両方ともちょっとクリアしないといけないかなというふうには考えてます。ありがとうございます。はい、今お話しあった花園で試合で、なんか具体的になんかこう、例えばこの間の合宿とかで、対策というか。いや、もう本当にその、やったことない、でまた本当に、例えば変な言い方ですけど、試合の前に花園を借りることができて、事前練習とかっていうのができれば、ここの芝はこうなってるか、ここはこういう景色になってるか、キック蹴った時に後ろの景色がこうだから、ここ気をつけないとっていうようなことはできたとは思うんですけど、やはりこう花園を借りることができずに、実際もう一回も花園で練習とかは我々させてもらってないので、もう本当に当日行って行き当たりばったり、行き当たり、もう本当に当日行って、
その時に、あ、ここはこうなんだ、ああなんだっていうのを見て対応していかないといけないので、まあそこらあたりが今はもうその花園に関して何かを対応してるかって言われれば、もうその全くちょっと情報はないような形です。須田君に関しては、まあ、2社が休みしてこの間のシェフを出場しましたけど、はい、この間の立命さんのパフォーマンスに関しては改めてどう見てますか？そうですね、もちろんそのパスも全部決まったわけでもないですし、彼自身も、まあ、あのミススローとかもあったと思いますけれども、ただトータル的に見れば本当に素晴らしいクォーターバックをしてくれたと思いますし、もちろん須田君だけで勝ったわけではないですけれども、やっぱり勝てた要因の一つっていうのはやっぱり須田君の占める、まあ、割合っていうのは大きかったかなとは思っております。まあ、先ほどの17点以下というお話がありましたけども、はい、まあ、この試合、その立命さんに、まあ、あれだけ強力と言われたオフェンスを一品、立ち上げ1本の先と、そういう意味で、そのディフェンス全体の、まあ、完成度というか、はい、それに関しては、まあ、相手のタイプが全部変わりますけども、うん、それに関しては、どんなふうに見てらっしゃいますか？そうですね、あの我々のディフェンスが完成してて、それで立命さんを止めれたかって言われたら、まあ、まあそういうふうには全然思ってませんし、あのもちろん、たまたま、まあ、立ち上げ1本に抑えれましたけど、次の日に、もう一回試合をしたら一本では抑えれないと思いますし、たまたま本当にこう勝負のあやと言いますか、まあ、神様がそうしてくれたと言いますか、まあ、本当にトータルヤードでも我々は負けてますし、あの内容的にも勝ってるかって言われれば微妙な部分はありますけど、ただ、まあ、たまたま、まあフィニッシュの部分と言いますか、たまたま前半はまあ我々がタッチダウンを取れた、でも立命さんはタッチダウンを取れずにそれがフィールドゴールになったっていうだけで、もう3点が7点に、あの1プレーがこうなってたら3が7になってたのにっていう風な部分で、まあ、勝敗が決まったので、なんかこうあえてタッチダウンを防いで、タッチダウンされなかった、もう圧倒的 なんかディフェンスで防いだんであれば、もう我々のディフェンスでタッチダウン取れませんでしたよってなりますけど、もう普通にバンバン進まれて、トータルヤードでも立命さんの方がかなり上やったので、あの本当にまあこの前の試合はまあ運が良かったかなというふうには思ってます。あのこの両チームに連勝するというのは、優勝された、2009年ですかね、はい、以来、ずっと、まあ、どっちかに勝ってもどっちかに負けて、そうですね、はい、引き分けたりとかあったんですけど、やっぱりこの両方に勝つ難しさみたいなのは、監督自身はどういうふうに。そうですね、やはり本当に、まあ、立命さんも神学さんも強いチームですし、やはりこう、われわれがやってるスポーツっていうのは、やはりこうコンタクトスポーツで。まあ、チームの、まあ、11人のスターターの11人の力だけではなくて、やはりこういつも誰かが怪我してるっていうような、どこのチームもそうだと思うんですけれども、まあ、そこらあたりでやはりこう誰かが怪我した時に次の子が出てきた場合に、やはりこう我々は選手層が薄いので、まあ、非常にあのスタートのメンバーとはちょっと技量が違う子が出ていってしまうっていうことがあるので、やはりこう感覚さん立命さんに練習するためには、やっぱりそこら辺の選手層を厚くしないといけないかなとは考えてますけれども、まあただまあ今年今からそんなすぐに選手層を厚くすることはできないので、もう本当にもう怪我がちな子とか、まあその万全でない子を、まあ試合当日にあの少しでもまあベストの状態に持っていけるように、あのまあチームもしくはまあ個人でいろんなことを考えて、まあやるしかないかなとは思ってます。ただもう本当に感覚さん立命さんに練習するとかっていうのは非常に難しいことだとは思ってます。おっしゃってるんです。